なんだそういうことだったのか。マリンちゃんもごめんね、おっきい声出しちまって。全然大丈夫です。じいちゃん、てっきり。別にやましいことしてないよ。ああ、そりゃこれ見りゃそんなことはわかるや。しかしおめえよく作ったな、立派なもんだ。でもいろいろまだまだでさ。そっか、上等だろ。いや、こことかこの辺とかもいつもの癖でボンドでつけそうになっちゃってさ。おお、確かにな、ひな人形とわけが違うからな。うん、曲線ばっかりで何これ、形になるのか最初わかんなくて、あとこことかもほら。おお、なるほど。やっばー、いつもは直線ばっかだからな。そうなんだよ。やっばー、あー、私ガチで五条くんのこと好きになってるんだけど。え、嘘嘘、え、好き？てか、かなり好き？正気？とりあえずおじいちゃんといるとめっちゃ喋る。ペンのに待って、待って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 、めっちゃ可愛い。